ございます。爆食マスブチスタジオジャズ始まりました。さあ今日はエアポートからのスタートでございまして、今日乗る飛行機はこちらでございます。3、2、1。わーなんだこの飛行機かわいい。これに乗ってテニアン島に向かいたいと思いますので、テニアンの美味しいものをガン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 紹介します。どうくらい乗ってたのかわかんないけど、すごい短かったと思います。さあ、じゃあ行きましょうか。はい、やってまいりました。テニアン上陸でございまして、まず空港から降りてすぐにこの浜台、ウェルカムテニアンっていうこのウェルカムボードがございまして、このね、北線の道のことをね、ブロードウェイっていうんですって。テニアンは形がね、マンハッタンに似てるんです。だから、端から端まで続いてるこの一直線の道のことをブロードウェイっていうのがあって、この間がはい、ということでテニアン島でのモーニングでございます。バーケーさんで食べるバナナホットケーキでございますね。めちゃくちゃ美味しそう。はい、ではいただきます。アイスティーで乾杯。アイスティー乾杯。わあ、表面が意外とサクッとしてる。でも、もちろんふわふわでございます。バナナと一緒に、すごい生地が香ばしい。なんか小麦の味が強いのかな。ものすごく美味しいです。ふわふわで、もちもちで、すごく食感も良くて、なんかバナナは甘みのあるバナナじゃないの。甘かった。失礼します。これパンの生地の味が結構しっかり強いから、バナナがむしろかなり脇役ですね。とんでもない情報が入りました。バナナ、すぐそこで取れたやつだそうです。そんなことあります？バナナがすぐそこで取れるんですよ。バーケーさんはね、ちょっとウエスタンチックなアメリカンダイナーになってるんですけど、できたのはつい最近、2021年の4月なんですけど、1年ちょっとなんですけど、本当にね、すごい可愛いレトロな感じがして、すごく好きなお店です。で、なんかホテルとレンタカー屋さんも一緒にやってるから、テニアン島って宿泊施設があまりないから、もうこのバーケーさん来ちゃえば全部揃っちゃうんだよね。車の手配も宿泊施設も、だから観光する際にはすごくいいですね。お料理も美味しいから、ランチもディナーもやってて、とてもとてもいいお店ですね。アメリカンな感じで、ベーコンとパンケーキ行こうかな。甘いのとしょっぱいのって最高だね。バーケーの名前の由来は、なんかテニアン島に昔バーケー牧場っていうのがあったとして、そこから取ってバーケーっていう。
これね、これバジルなんですって。ミントかと思ったらすぐそこに生えてるバジル。濃い、濃い味が濃い。でもすごい、なんていうんだろう、苦味とかはなくて爽やかな。パンケーキ食べた後にこれちょっと噛めばすごいフレッシュな感じになって、お家に帰れるね。ベンジめちゃくちゃ甘い、おいしい。あ、そう、はい、ラスト乾杯。おい、食べた。バーケーさん、ごちそうさまでした。馬のサド乗る部分のニラってなって、だから全部ウエスタン調で整えられてるね。このお店もだし、ホテルも。あ、わー、かわいい、かわいい。まずベッドがほら、このウエスタンが何これ、すごいかわいいじゃん。で、この全部このなんて言うんだろう、ちょっと古く加工された木で全部家具も揃えられてて、このカーテンも可愛いけど、これカーテンわかる？カーテン、これすごい可愛くない？この統一感。あ、お、冷蔵庫あって、あー、なるほどね、こんな大きい冷蔵庫使って大丈夫なのね。見て、お風呂場のカーテン、おまちゃんなんだけど。ヘッドボードもこのちゃんと木製のウエスタン。なんとこの家具たち、これ全部ハンドメイドなんですって。もうテニアンで作られたものなんですよ。すごい気持ちいい。すんごいスプリングが気持ちいいんですけど、このシーツもコットン 100% のすごくいいテニアンを使ってて、すごく涼しく感じるんだって。だからやっぱテニアンすごく暑いから、こういうね、涼しい気持ちいいお布団で寝れるようにっていう、すごいこだわりの詰まったお部屋ですね。あ、ちょうどいましたね。そう、さっきちょっとお話伺ったんですけど、この彼女が着てるユニフォーム、テニアンで作られたものなんですって。実は制服に見えてカウボーイ風のデザインになってるよってさっき教えてもらったんです。めちゃくちゃ可愛いよね、これ。キュー、まさにカウボーイだ。かわいい。けど、なんとこの庭はですね、このバーケーンのオーナーさんの奥様が自分でお手入れされてるお庭なんですよ。お庭で採れたものをそのまんまお店でも出してね、素晴らしい。ナスがあります、ナスが。This is 小さい、but eggplant. 小さい。Yeah, 小さい。One. Very good for your body. Bittermelon. あ、ゴーヤ？おー、似合う、ゴーヤ。わー！ゴーヤまで育ててる。This one, cucumber.これ自動？はい、こちら多賀遺跡っていう、なんでこんな大きい石が立ってるのかっていうと、これ全部倒れてるのがもともとちゃんと12本立ってた石なんですね。で、ここご覧ください。ハウスオブタガ、なぜハウスオブタガなのでしょうかと言いますと、昔にタガ王朝っていうの王様がストーンの上にあったお家に住んでたんじゃないかっていう説があって、ハウスオブタガっていう風に名付けられてるんですって。まあ、いろんな説があるんですけどね。わかりますか？私も結構背が高いそうですが、まだまだ全然高い。全部で 4.5 メートルぐらいあるらしいです、この石だけで。さらに
その上に家が建ってたと考えて、かなり高い。あ、でもなんか今この立ってる石はここだけになってて、いろんな影響で倒れちゃったけど、このまんま残ってるっていうのがいい。さあ皆さん見えてまいりました。こちらがじゃじゃーん、アナビーチでございます。すっごい透明度なんだけど、ちょっと待って、本当に信じられないよ、作り物だよ。綺麗、めっちゃ綺麗です。皆さんこれはもうちょっと、この綺麗なんですけど、透明から徐々に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 濃くなっていくの。エロブ垂らしたでしょ誰に。すごくいい。はい、ここのタガビーチなんですけど、あの先ほど紹介したタガ遺跡の、あの王朝の土台石の部分を、あの採石場として使われてたって言われてますね。でも本当に綺麗だ。しかもこのね、岩でちょうど覆われてるから、もうプライベートビーチ感半端ない。いい、最高です。いきますよ、3、2、1。はい、ではランチタイムでございます。 JC カフェさんでございます。いやー、タガビーチで思いっきり走ってプチャプチャやって、そしてお腹が減りましたので、ここで食べていきたいと思います。ドリンクがまずバドライトでございます。あと自家製のレモネードなんで、ちょっと喉乾いてるんで、これ思いっきりいただいちゃおうかな。はい、乾杯。めちゃくちゃ美味しい。んレモンなんだけど、甘みがかなり強くて、なんならちょっとオレンジっぽい味までするような、半日のいいとこ取り。このテニアンで採れたレモン、ローカルのレモンを使ってて、形はまずまん丸なんだって。だからオレンジっぽいのかもしれないね。でもね、めちゃくちゃ美味しい。これエバドライト、よし。はい、みんな乾杯。わあ、グラッドの。いいな、Thank you。一人前かな？すごい量だよ。ビーフケラグエンって言って、これもチャモロの郷土料理というか、ポピュラーなお料理だそうです。で、こっちがピカバターチキンでございます。ピカっていうのは、こっちの言葉で辛い、めっちゃ辛い、スパイシーって意味 でバターはあの溶けるバターの方じゃなくて衣って意味なんだって。だからピカバターチキンだから辛い衣の鶏肉でございます。はい、いただきます。ちょっとケラグエンめっちゃ気になるから、ケラグエンからいってみよう。お、いきます。もう牛肉の切り方がほらね、ユッケっぽいんですけど、味付けはね、なんか実はすごく馴染みのある紅生姜が乗ってるから美味しい。この、 あのビーフもテニアンのローカルビーフなんで、すごいね、テニアンさんのものばっかり。さっきから皆さん、そうでした。ここで頼んだコロッケカツなんですけど、まだビーフしか食べてないですけど、めっちゃ辛いんですよ。食べれば食べるだけかなりビリビリしてきました。なぜならテニアンペッパーが入ってるからです。かなりの辛さ。で、こちらがフィナデリソースになっております。このフィナデリソースっていうのは、そういうローカルの方が大好きなソースで、なんか何にでも結構かけたりつけたりするんだって。
て、お醤油と玉ねぎのみじん切りとニンニクとレモン汁とテニアペッパーがこれには入ってるって。うん、あ、おいしい。じゃあチキンいきます。わあ、おお、待って、一つの大きさすごくない？これ何本入ってんだ。ビョーン。めちゃくちゃ美味しいわ、このフライドチキン。鶏肉にすごいしっかりした味がついてる。これ何なんだろう。このね、JC カフェさんはね、ケニアの中で一番古いレストランなんだって。とにかく見てもらって分かるように一人前の量がすごく多い。このレモネードもこれ普通に私サイズで出してくれてるのかと思ったら普通にこのサイズなんだって。そりゃ愛されるよね。この葉っぱ巻き美味しそう。おい、ラスト。ラスト、乾杯。おい、食べた、飲んだ。はい、JC カフェさん、ごちそうさまでした。はい、ということで JC カフェさん最高でしたね。辛くてヒーヒー言ってたけど、やっぱ癖になるからさ、また食べたいなって思う料理の数々ですごくすごく良かったでございます。私もぜひまたケニアに来たら JC カフェさんで他のなんかチャモロの郷土料理も食べたいなってそんな風に思いました。さあ、実はサイパンにはもう一つ秘湯があるということなので、今回もですね、マリアナ政府観光局の方に引率してもらって、もう一つの秘湯にちょっと一飛び、秘湯だけに一飛びにしてみようかななんて思っております。はい、ということでロタに到着いたしました。すっごい綺麗だね。ロタはとにかく自然がすごく豊かで、さらにベストビーチに選ばれた素晴らしいビーチがあるということなんで、早速行きたいと思います。行きましょう。もちろんいっぱい食べますからね、ここでも美味しいものをいっぱいガンガン紹介していきます。はい、一応チェンジしました。なぜかここから船に乗り込んでいきます。わー、座っていいって運転席すごい。さあ、なぜここにいるのでしょう。足つくと思ってた私。5メートルあんのこれ。そうです、遅くなりましたが皆さん、今回アテンドしていただいているロタ島在住の山本さんです。今日よろしくお願いします。お願いします。これですもんね、山本さんにすぐ電話して今からロタ行きたいんで予約お願いしますって言ったらバッチリですね、はい、あ、そんな感じなんで、まあ、そんな感じで海にも連れてきてくださいます。メール待ってお待ちしてます。行ってくよー。
皆さんどうでしたか。あまりにも綺麗でございましたね。初心者だったけどすごい気持ちよく快適に泳げて、さらにあばば山本さんから疲れただろうからってマンゴーをこの船の上で食べてもいいとかってね、差し入れて、最高この景色で食べるこのフルーツ、疲れた体に染みますね。おいしい。すごいのがいっぱい出てきました。ババワンとイカピッツァでございます。そしてこれがバケットシュリンプっていう人気なメニューで、もうその名の通りバケツにシュリンプが入ってます。でこっちがピッツァでございます。ババワンとすごく外も綺麗な感じのねお店になっておりますので、海に浮いて、かなり水分も出てきましたので呼吸しましょう。バトライトでございます。ではいきます。
乾杯ラスト。はい、ごちそうさまでした。はい、ピザリアさんごちそうさまでした。それではバードサンクチュアリに行きたいと思います。どういったところかというと、こんな感じで鳥をね、いっぱい見ることができるよ、ここから。わあ、あービール持ってくればよかった。これ見ても海透けてるじゃん。すごすぎるよ。すごい、あそこの先の方まで行けるんだって。ちょっと行ってみましょうか。見てみましょうか、とりあえずね。さあさあ、なぜスイミングプールなのでしょうか。なんと、天然、自然にできたプールになってるんですね、この岩が囲まれてて。で、奥が青いでしょ、あれは海水なの。こっちの手前は、なんと山からこう降りてきた水だから海水じゃないんだ。水が冷たい。さっき入った海全然違う。見てよこの透明度。わかります？見えるかな？わかる？この多分岩の下がね、すごい、わかりづらいかな。見えないか。ここが木漏れ日みたいになってて、すごい綺麗な。これすごい秘密基地だよ、もうこの中入りたいな。ここです、ここです。ここ撮ってほしくて入ってみようかな。どうぞどうぞ。え、行ってみよう。すごい、すごい。ここから顔撮って。わー、ここに出ます。秘密基地です、秘密基地。いいでしょこれ。さあさあさあ、とんでもないロケーションでございます。私は今、車の荷台におりまして、ビールでございます。土佐ではね、これが許されてるということなんで、やってまいりました。テテトビーチでございます。わこちらテテトビーチなんですけど、ベストビーチに何回も選ばれた最高の砂浜ビーチでございます。最高だな。ここでどうでした？これ以上の幸せはない。あー消えちゃう。なんと贅沢にこちら、まずゾウリエビ、見られないね、まあ、真っ平らなエビで、こっちがヤシガニ、そしてココナッツジュースを山本さんが用意してくださいました。これ地元の方が取ってきてくれたんですって、この撮影のために。ヤシの実ももちろん天然でございます。こちらにありますけども、食べていきましょう。この最高なロケーションで最高だ。ではいただきます。うわ
わあ、ココナッツジュース乾杯なんて初めて。はい、乾杯。めちゃくちゃ美味しいんだけど。甘い。ミネラル豊富って感じ。そういう味してる。エビからいこうかな。通りエビいきますよ。わあ。ルルルル。うん。お。味が濃い。で、身がすごい詰まってる。パツパツ。身がね、すごい歯ごたえ。うん。口に入れた瞬間にすっごいしっかりエビの味するんだけど、結構食感の方が強い感じだね。噛めば噛むほどエビの旨みって感じ。これはマヨネーズをつけて食べるのがおすすめということなので、何を使うのかな？こんな感じで。この身をすごいしっかり楽しめるマヨネーズ。カニ行きましょう。はい、こちらのヤシガニなんですけど、チャモロソースで煮込んでるので。美味しい。チャモロソース美味しいな。身は結構さっぱりしてるね。淡白な感じかも。腹がすんごい硬い。うん、美味しい。チャモロソースすごい美味しい。現地でやるしかないんですよ、ヤシガニは。わあ。なんとですね、飲み終わったココナッツジュースを真っ二つに割ってもらって、これを刺身でいただきます。はい、お醤油で食べるんだって、刺身だから。うん、あ、すごい縁側みたい。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。さっぱりしてて、これはこれはハマりますね。ありがとうございます。わー、はい、乾杯。コロナ2本目。味噌、うわー、味噌だって。お宝出てきた。しかも小餅じゃん、これ。濃厚ってほどじゃない、さっぱりしつつでもしっかりと、この、うん、うわー、卵も美味しい。すごい食感が良くて、はい、一人見食べました。ラスト、はい、乾杯。サンセットビーチを楽しみまして、日が暮れてまいりました。今日のディナーはこちらでございます。ババさん、東京園ってめちゃくちゃ漢字で書いてあります。そう、あのね、ロタ島にはあの日本食居酒屋さんがあるんですよ。なんで今日はここでね、ちょっと日本食を楽しみながらビールを飲みながら行きたいと思います。行きましょう。はい、ではアドバイザーで乾杯していきたいと思います。いい音。うわ、今日は一日満喫しました。ではロタ島に乾杯。イエーイ。あー、最高。さあさあさあ、では今回はですね、ちょっとおすすめの出てきましたよ。ラーメンとお刺身ということで、私は日本に帰ったのでしょうか、そう思わせるような。はい、卵麺ですね。うん、うん、
ちらかというと日本の醤油ラーメンっていうよりかはちょっとこうちょっとなんかチャイニーズのヌードルっぽい感じがするな。すごい美味しい。こちらお魚いただきましょうか。スムブリっていうんだって。こっちでは言い方がレインボーランナー。スムブリは日本でも食べることができるお魚だ。おい、カット上手だね。うん、おいしい。かなりさっぱりしてる。あ、もしかしてあれじゃないですか、温かい海で獲れるブリだから油を乗させるというよりかはすごいさっぱりあっさりしたブリがやっぱたくさん獲れるっていう、そういうことなんじゃないの。めちゃくちゃ美味しい。あー日本酒欲しい。うん、そりゃうまいわ。日本食の種類がものすごく多いですね。ほら親子丼とか普通にありますからね。うなぎ丼とか。お昼は普通にランチもやってて、夜が居酒屋としてやってるんだって。そしてこのランチメニューとても面白いのがございます。はい、ハンバーガー、とんかつ、お刺身、豚の生姜焼き、サンマ塩焼き、鶏の菓子。これは何だろうな。鶏の菓子って何だろう。鶏の唐揚げっていうのを鶏のカラオケって思っちゃって、それを翻訳かけたらカラオケは歌詞って出てきたんです。だから鶏の歌詞っていう斬新なメニューになっております。面白い。ジャパニーズ酒ありました。うわすごいね。でホットコールド酒とで選べて、グラスレッドワイン、ここなんとガラス赤ワインなんで惜しい惜しい。そんな感じでちょっと茶目っ気たっぷりな。普通に飲んでたんですけど、このロタ島は全部水道水をひねっても全部出てくるお水がこの湧き水なんです。水道水も飲めるし、今日一日私はずっとロタの水を飲んでたんですけど、なんかねちょっと甘みすら感じるぐらいすごいなんかフレッシュでものすごく美味しいんですよ。ほい、はい、ラストです。はい、飲んだ食べた。はい、ということでロタの旅が終わったわけでございますが、いやどうでした皆さん。素晴らしかったでしょ。本当あんな綺麗な海あります。本当。そしてやっぱりね、あのフレンドリーアイランド、島に入った瞬間にちょっとバーンって書いてあったじゃないですか。本当その通りですね。皆さん本当にあったかいんですよ。車ですれ違うだけでこうやって手を挙げてくるんですよ。いやーもう私はロタに住んだら多分本当に清い幸男になれると思いますし、あもう本当真っ白な幸男になれるなって本当にそう思った。すっごいいい島。はい、というわけでごちそうさまでーす。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録できないならチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ちょっとねまだまだ食べ足りないので私はこのまま東京遠征でもうちょっと飲んでいきたいと思いますので、そんな感じでまったねー。